第六大陸は小川一水による2003年間の SF 小説。早川書房より早川文庫として全理観観光。第35回星雲賞日本長編部門の受賞作。一般にハード SF として分類される。近未来の月開発をテーマにした小川の得意とする技術系 SF である。タイトルは月を五大陸に続く。 第六の大陸と位置づけたものである。早川書房からの小川発の単行本である。近年の早川文庫では、珍しいカラー口絵付きで、カバー描写と共に、プラネテスで知られる、雪村誠が描いている。2025年、化石燃料の枯渇が深刻な問題となった結果、世界各国が平和主義路線を歩み始めた時代。 レジャー用の深海交通艇が南沙諸島の海底を航行し、海底にドーム型都市が作られる近未来。25歳にして世界トップレベルの建築技術を誇る言葉、総合建設の手英である西方総なりは月に結婚式場を建設するという途方もない計画を実現するため依頼主であるレジャー企業エデンレジャーエンターテイメント社会長。 東園寺専用キ助の孫娘、東園寺妙を伴い好きに向かう。完成及び運用までの12年に及ぶ歳月の中で、そうなりと、妙は月と地球、その間に広がる宇宙で様々な経験を積んで、成長していく。ウェブコミック誌、フレックスカーミネクストで2008年12月9日、更新号から2010年11月22日更新号まで、 全22話の連載が行われた。作画は吉祥寺笑い。単行本は前後館。山本博士の SF 小説、去年はいい年になるだろうでは、2001年の小川一水が登場しこの作品の構想を語っている。ただし物語中では歴史改変により小川は執筆を断念している。ありがとうございます。